原田のバーでちょっと初めての企画ですけど、うん、これ原田のバーにしたらえらいリツイートされてんな。いやだからすごいことになってんですよ、イラストとね。すごくはないけど、でも結構つながってますよ。まあでもファンアートと、いわゆるコスプレの写真とか募集しますみたいなことですね。そうですそうです、うん、で日本語のツイートと英語のツイートと2つして、うん、2つやって集まってきてるんですな。で、まあ、結構みんな送ってくれてるんですよね。本当だ、まあ、わずかこれこの収録段階では言ってからまだ 2日ぐらいしか経ってない、そう2、3日しか実は経ってないんですけど、3日経ってないな、はい、もう1日半ぐらいだね。そうですよ。なんかこれでやっぱね、ああでも結構来てるじゃん、味のあるものも食べないから、はい、なんか本当にいやこうやって見るとすげえプロみたいな人まで。いやだからね、ほんとにちょっとこれどうだみたいな。これリーチャオなんか、これバイオレット、そうそうなんです。これだからそのためにとさりげなく やるだけでも結構似てるな。似てんすよね。面白い。鉄拳ってだけどね、そうそう、数ある格ゲーの中ではバーチャとか鉄拳ってね、うん、イラストとかコスプレが少ない部類なんで。あ、そうなんですか。そう、やっぱり圧倒的なのは 2D 格ゲー。ああなるほどなるほど、うん、集中してみてるから日本の 2D 格ゲーは 2D だから漫画アニメみたいなことが原点だから、もともとその界隈の人との親和性が高いって意味で言うと、いわゆるそのイラストとかコスプレは圧倒的にあっちの方、そっちの方が多いね。そうなんですよ。もう鉄拳はね圧倒的に少ない部類なんです。あ、そうなんですね。だからね、ただ海外の人のコスプレはすごいあるね、うんうん、確かにそうです。ヨーロッパでも鉄拳、海外の人はやたらと鉄拳のコスプレ結構してくれるっていうのはある。そうですね、うん、やっぱ海外のキャラクターをやっぱ海外の人は当然やるわけなんで、いやーなんか勝手に自主制作映画みたいなの作ったりとかね、うんうん、そうなんですよ。なんかこれだからちょっと送っていただいてるイラストとかコスプレはね、本当多くの割といいイラスト。これ昔ほら、ああ俺この絵一時壁紙にしてたわ。写真がファンアートだけど、写真があった時ですよ。これの写真ありますもんね、うんうんうん、そうこうやってだからオンエアはこれちょっと紹介するオンエアはまたちょっと原田さんと番組側で、うん、いろいろこう、ね、いやすごいね、うん、ありがたいことだね。全てを番組の中で全てはちょっと紹介できないですけど、いやでもやっぱりその、ね、感慨深いよね。そのここのファンアートにかかった時間とかを述べて考えるとすごいわけじゃないですか。このコスプレの衣装を作るのとこれ誰が自分で作ってたりするんだろうね。もうこのエリザとかリリとかのクオリティの高さです。いやすごいです。いやこの子すごいね。これこっちですか。ちょっと開けるかな。重たいけどネットがこれも作ってる。作ってますよ、絶対作ってます。僕はこの木人が好きなんですけどね。木人のこれコスプレなの。やばいでしょこれは。クオリティ高いゲームの方がクオリティ低いしこれこれどうやって作ったのって話。そもそも木人のコスプレをどういうモチベーション。すごいねすかこれ。え、すげえ、ゲームモデル以上だねこれは。すごい。え、これしかもこの感じを出そうと思うと中に入っている人の体型も相当細くないと無理だよこれね。これはね僕は今ちょっと信じられないな。人が入ってない可能性さえあるなこれ、うんうん、いやすごいですよ。あと原田さんのそっくりさん結構来てましたね。あそう 俺に似てる人って世界中にいるんでいるの。それをコスプレ写真として送ってきてますから今回。ああなるほど。面白いなるほどね。ちょっとひげ生やしてる人で、ひげ生やしてるメキシカンでサングラスしてるだけとかいるよね。多いんです。原田ですって。多いんですよ、うん、それをね、なんかトンチの効いた送り方だなと思って、うん、コスプレとして送ってくれてる。いや面白い。いやだから本当すごいですよ。もう本当キリがないぐらい来てます、うん、こうやって。だからちょっと番組の中ではピックアップして、でもコスプレされやすいキャラとかはやっぱいるね、うんうん、まあやっぱり多いのはリリー、エリザ、シャオ、キングね。キングはいますからね。キングは、ね、あ送ってきてましたよ、うん、
キングは割といるんだよ、うん、送ってきてました、うん、やっぱ結構女の子に人気なのはやっぱり今の3つ、うん、リリー、エリザ、シャオ、そうだね、で日本で結構みんな最近よく見るのは、まあ最近でもないですけど、やっぱラッキークロエは多いですね。あとアスカとかね。アスカも、アスカは昔から多いですけど、なのでちょっとこれはあのまだまだ別に、うん、ね、あの、うん、この回をオンエアする日はまだ決まってないので、うん、ちょっと原さんと番組側で選んで、そうね、あの、はい、番組の中で、ね、もうちょっとじゃあ集まったら、まあ1日半でこれだから、そうそうそう、いやいやもうすごいです、本当にもうちょっと待てばもっと集まるかもな、そうそう、うん、本当に定期的にリマインドしないとみんな忘れちゃうから、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またちょっと引き続きこういうのはまあ定期的に皆さんやりましょう。ファンコミみたいなもんなのでね、そう、ファンコミュニケーションね、コミュニケーションなかなか今取れないので、こういうところでみんなと一緒にできたらとは思っています。ちょっと最後に今回あの、うん、これもちょっと新しい、せっかく久々に会ったので、うん、なんか原さんレアグッズ、僕そうなんかレアグッズ持ってきてって言われて、そうそう、言ったじゃん、なんかないですかって。で俺ね、正直すっげえレアなグッズって会社に全部置いてあるの、会社の方が安全だから、うんうん、個人のものも確かに確かに、割とね会社に全部集めちゃってんだよ。あのデスク周りにいっぱい飾ってあったりね、飾ったりもしくは金庫に入れてあったりとかして、はいはいはい、実は家にあんまなくてね、うんうん、家はできるだけこうシンプルにしたいなっていうのがあって、であとはだからその僕が何か持ってきて あの連絡した時に別に鉄拳限らずゲーム限らず一応持ってきたよ。 ありがとうございます。一応だからこの紙袋に実は入ってた。そうそうそう、あいいっすね。一応あの原さんあれですよ、ん先にちょっと見ます。何？僕が仕込んだやつ。ああ、いいよいいよ見せて。ね、何回か原田の番見た方は分かると思いますけど、うん、あのたまにあのトーク抽選箱から
なんじゃこれっていうものが出てきたシリーズっていうのと、あの何回かあったと思うんですけど、あ、テレホンカード、そうです、そうです、テレホンカード、これ海外の人分かんないな、例えばね、これすごいね全日朝鮮大軍ですよの、すごいね、もう今は亡きっていう方もね、そうそう、見せときます、一応カメラに、いや、これレアですよ、レア、今やね、見えるかな、見えてる、ちょっとピント合うまで待ってください、はい、はい、合いました、調整大分です、なかなかね、なかなかないですよ、あとこういうのとかね、え、僕テレカ あの結構いろいろ昔から集めてたので、デビュー当時、宮沢りえ、はい、デビュー当時、わかんないね、もう、あのポカリの CM 出てた頃ですよ、いや、すごいね、ケンタッキーフライドチキンとかね、そう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 、見ます、ちょっとピントは丸まってくださいよ、これいいのこれ見せて、まあでも、いや、もういいですよ、商品だもんね、テレカになってる、はい、大丈夫です、いや、すごいすごい、テレホンカードね、これ解説しないと、ね、多分海外の人わかんない、わかんない、一応実は今でも使えるんだよこれ、そうですね、あの緑色の、ね、あ、ありますね、まあ、あります、あります、国際電話用だと灰色もあるけど、はいはいはい、あの公衆電話パブリックテレフォン、うんうんうん、っていうのがまだ少し残ってるでしょ、うんうん、そこに突っ込むのはこれ通話できるんだよ、あと穴開いちゃうけどね、パンチの、あとはね、これちょっと2枚あります、これむしろ海外の人、あ、すごいすごい、いいでしょ、バックトゥーザフューチャー、でも3ってのはまた微妙な、この1でもないっていうね、これ、うん、これね、あとハードウェイトね、すごい、はい、ピンと合いました、こんなのマイケル・ J ・フォックス、あの日本ではもうアイドル扱いでした、ね、当時すごかったですよ、大人気、いやそう、この人はあのジャック・バウアーと、うんうん、キファー・サザランド、うんうんうん、ジャック・バウアーねと共演してるドラマがあるんですよ、え、だいぶ昔ですか、サバイバーっていう、いやいや、ネットフリックスになったサバイバーっていう、ね、あ、そうなんですか、キファー・サザランドがあの大統領役をやってる、アメリカ大統領役をやってるドラマで、うんうん、このマイケル・ジェイ・フォックスが最後のシーズンかな、うん、でこう敏腕弁護士役として出てくる、結構感動したね、あれは、うん、見よう、あと最後、僕から最後です、これちょっとゲーム系ですけど、何これ、知ってます、このゲーム、ワールドスーパーテニスアスミックの、もうあの映像会社のね、そのゲームが出したイワン・レンドルだよ、もうイワン・レンドルとクリス・エヴァーだ、これ分かる世代の人もあんまいないんじゃないかな、もうだからワールドスーパーテニスあったね、ありましたよ、あったあった、ピントガンまでもうちょっと寄せてください、今やね、なかなか売れるテニスゲームっつったらもう本当限りがあるけど、すごいね、しかも持ってるテレホンカードの度数が軒並み50っていうねそうですよ、うん、100はねえのかっていう、だって昔だもん、そんなばっか集めてたんですよ、だからなんかお宝鑑定かなんかね、誰かしてくんないかなと思って、いや、今のところそんなにめちゃめちゃ値上がりするやつないんじゃない、でも確かにバックトゥザフューチャー3とか珍しい、3は珍しいはずですよ、珍しいのかな、どうなんだろう、分かんない、分かんないわね、ちょっとこの辺でも価値が上がったからってなんだよっていうね、いやいや、僕は絶対渡さないですよ、自分のものにしときゃいいんじゃないの、でも価値知りたいっていうのはありますよ、いや俺もだからテレホンカードだと、うんうん、鉄拳とかソウルエッジ、うんうん、ソウルキャリバーでもね、うん、エッジ、うん、もう鉄拳の初期とソウルキャリバーの前のソウルエッジとかのテレホンカードこんなんだよ、大量にあるんだよ、当時本来ならファンの人に、うんうん、なんでプレゼントキャンペーンすげえやってたの、うん、ですごいやったんだけど、その時の期間が切れちゃってあまりなんだけど、大量なんだよね、もう今更欲しい人いるかどうか分かんないけどね、いや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 、もうだからその使い勝手がいい悪いじゃないんですよ、やっぱりそのやっぱり昔の思い出と共にっていうグッズだから、そういっぱい欲しい人いますよ、やたらと理論のソウルエッジの理論はやったら余ってたりとかね、滝は少ないと思う、それとバナパスでもあると思う、人気のせいでみたいな、ね、バナパスですげえ余ってるやつとか多分ありますよ、なるほど、ファラーさんとか今日なんか持ってきて、俺はね、どんな、いや、まず1個はね、あのこれ
レアグッズじゃないんだけど、はいはいはい、これちょっと1個出そうか、あのね、こっちで取ろうか、むしろ最近出たばかり、はいはい、買った人がレアなんじゃないかっていう、はい、買った人は本当にいますかっていう、あーはい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 、この T シャツこれね、印刷クオリティはすごいんですよ、あのここの解像度とこの解像度のね、はいはいはい、印刷のクオリティ多分すごいこう選択にも耐えるんだろうけど、いやーすごい、ちょっといいやつなんだよねこれね、うんうんうん、で、多分お金がかかってるんだけど高いのよこれ、はいはいはい、売ってましたね、値段が割と値段が高い T シャツなんですよこれ、そうそう、これね、これなんでこれ見せてるかっていうと、これね、これ実はこれ俺が写ってるでしょどう見ても、うんうん、俺が写ってる T シャツなんだけど、うん、これを見た人がさあ、じゃあこの T シャツ売れると原田さんの話バンナムは儲かるんだと思うでしょ、でもこれねバンナムは儲かんないわけ、なんでかっていうと俺個人の肖像権だから、うんうんうん、こういうのをやるときっていうのは実はバンナムじゃなくて俺が肖像権を放棄するというかバンナムに与えない限りは俺個人と契約になっちゃう、うんうん、でかといって俺がさこれさこれで儲けるってわけにもいかないから、うんうん、ある意味俺との契約みたいなもんなんだけど個人のね、俺利益を取らないわけ、はいはい、もうこういうのはもうファンサービスの一環だぞ、 そうです、そこは素晴らしい、これをこういう T シャツを作りたいって言ってくるライセンスメーカーもどうかと思うんだけど、ね、でこれが今売られてるわけですよ、はいはい、プレオーダーとかって、はいはい、でまあ、多分本定番化して売るんだろうけど、うん、これさだから 俺はむしろそのロイヤリティも入ってこないわけじゃないですか、ハランツイートしてたじゃないですか、そう全然ね1円も自分には入ってこない、1円は入ってこないどころか、それはね本当に ねまず1円は入ってこないのは全然いいんですよ、うんうん、まさかねそのこれはね作った会社がこれロンドンかなんかから送ってきてんだけど、うんうんうん、UK から大量に送ってきたわけですよ、あのサンプルですって言って、はいはい、ね、あのロイヤリティ払えないので、払えないってが発生しないっていう契約でやってるからさすがにあの利益はないもんね、もう俺に原田さんに利益はないもののサンプルを送りますよってことで、いろんなありとあらゆるね、S、あの XS サイズからすごい ね、エクストララージまで、うんうんうん、ものすごい数をサンプルで送りますって言って、ものすごい数でもまあ20着ぐらい送ってくれたんだけど、まあ律儀に値段がついてるわけでしょ、はいはいはい、関税ってのがありますわ、ね、普通に関税でお金がかかってあの一方的に送られてきたものに俺が関税を払わなきゃいけないっていう、でまさかロイヤリティはないなともかく俺がまさかこの自分の T シャツ、しかもこれ俺着れねえじゃんこれお前、ね、皆さん自分想像してください、自分のね、そうそうそう、顔が入った自分の写真が入った T シャツを自分で着れますかって話じゃん自分が着れない T シャツをね大量にもらった上に自分がお金を払うことになると思いませんでした正直言うと、あの、ね、送ってくる人ももうちょっとなんかちょっと考えてよっていうのがさ、もうなんかこれをされこれ一方的にこれをされたらさ、俺関税を払い続けなきゃいけないじゃんって本当ですよ、もうびっくりしましたって話なんだけど、ね、まあそれはいいとして、そうそうレアもの、そう一個ね、おっと見てこの色が変色してるやつ、これもう分かる人いないかな、あんまりエバークエスト、めっちゃ埃かぶってんな、エバークエストの、もうちょっと上上げてください、はいはいはい、エバークエストのクリーチャーズオブノーラスフロムエバークエストシリーズ1って書いてあるんだけど、なんとそのねエバークエストのクリーチャーモンスターの敵ね、はいはい、の、第1弾なんですよこのフィギュア、これも今やね eBay とかで見てもあんまり売られてもうほぼ出回ってないです、これ未開封なんだけど、もう未開封っていうにはもう日焼けが、うん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 、これ紫外線じゃなくてもうただ単なる本当経年劣化なんだけど、うんうん、まだ未開封です一応、いやこれねひどいでしょ、あのねエバークエストやってた人が見ればわかるんだけど、じゃあこれエバークエストやってた人が今懐かしい欲しいってなるかっていうと、あの実は当時からあんまりいらない、あこれエバークエスト界では超有名人だったんだけどそのエバークエストを
にずっといた人から言わせてもこういらないんで割と。なるほど。当時エヴァクエストにドハマりしてたんですよみんなね。はいはいはい。もうエヴァクエスト中毒になるぐらいみんなハマってたんだけど、そんな大好きだった俺でさえこれよく見るとあの何ていうんですかね、そのレアなモンスターっていないんですよ実は。レアなモンスターゼロなんです。これネームドって言われるものもゼロだし、これをシリーズの第1弾に持ってこられてもなという、まあそこら辺をうろうろしてる単なる雑魚なんですこれ。なるほど。特に可愛いわけでもかっこいいわけでもない。よりによって特に人気のなかったアースエレメンタルっていうこれね、はいはい、特に人気があったわけでもないキャラクターが一番でかいっていう、どうしろっていうんだっていう当時から疑問符がついてたやつをこれわざわざ90年代ですよね。これ当時アメリカに行ってですね、これ多分ロサンゼルスですよ、はいはい、にわざわざ行ってゲームショップで売られてて誰も買ってなかったであろうこれをわざわざ買って日本に帰ったというね。誰か本当お宝鑑定してくんないですかね。いやこれは大したものじゃないですよ。ないですかね。であとね、よりねカセットテープですよ、はい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 、ただそのレアっていうか、当時カセットテープね、うんうん、例えばこれよく見るとちょっとピント合うまで、はいはい、ピント合いました。 TKN3 みたいな書いてある。 ありますね、はいはい、これ97年ですね、うんうんうん、97なんで970になってるの、うん、あいわゆる970130だから97年の1月30みたいな、はいはい、ちょっと待ってくださいよ、うん、はいピント合いました。これねその鉄拳3の BGM がカセットテープ。なぜカセットテープかっていうとこれいわゆる基板直撮りとかではなくていわゆるその音楽をこうカンパケしてサウンドの人がね当時いわゆるアップルとかマックと、うんうんうん、あの辺マックだねのマッキントッシュからこの直接吐き出して、うん、当時ねその全音楽データ音源くださいって言うとまあ CD とかね当時からあったんだけど、うんうんうん、割とねカセットテープで入って、ああそうかそういう時代か。割とカセットテープが早いからピッて持ってこられるっていう。パナソニックって書いてあるからまだ新しいもの。ああ出てるじゃないですか。本当だ。もうちょっと上げてみて。うんうんうん。これ今の鉄拳のアーケードのタイトル画面出るまでの音ですよ。確かに。鉄拳3だから鉄拳1とか2もあるんだよこれ。これね、ちょっと古すぎるんで鉄拳3にしたんだけど、いきなりこの曲か。ああこれ鉄拳3のニーナのステージの BGM です。俺らはこういうのを聴いてヘッドホンとかじゃなくてあえてこういう悪いスピーカーで聴くんですよ、うんうんうん、あこれで当時聴いてたのはこれじゃないよ、うん、あ懐かしい懐かしいこれねこういうあえてなこういう機械じゃないですよ、うんうんうん、この機械は割と言うてもうーんこれ多分21世紀になってからだと思うけど、うんうんうん、21世紀にこんなのが出たすごいよね。パナソニックだからね90年代ではないと思うんだけど、ね、90年代はもうちょっとラジカセっぽいやつとか、うんうんうん、悪い、カセットテープでもって、かつ悪い
今で言うとスピーカーで聞いてたんですよ、うんうん、モノラルとかですよ、うんうん、だからなんでかっていうとアーケードがそういう環境だったんですよ。そうですね、下手したらステレオでもない筐体もあるし、うんうん、音割れもするだろうし周りもうるさいでしょう。でせいぜいこれぐらいの音質でしか聞けないみたいなものをカセットテープで持って俺とかが俺音楽のディレクションしてたからくださいってやって最後やっぱこれ最後のディスクで、うんうん、もうあの途中段階でもカセットテープもらって聞いてあのちょっとここのアタックが弱いですとかこの音だと聞こえませんとかってやってたから、うんうん、っていうのもあってカセットテープだから結構こういう日本人の人からしたら懐かしいねこのアクシアとかね。これでも、ま、これ新しい方ですよ90年代の、ま、そうこれ 90年代のカセットテープだけどアクシアね。アクシア懐かしい。これよりもっと古いアクシアとかもあるからね、はいはいはい、全然ね。これとかはこれはね確かねこれねアーケードじゃなくてねレイジレーサーですね。プレイステーション1のリッジレーサーとかレッジレーサー2が出た後の3作目かな。この最初この生音源を最初ちょっと入ってないのとか懐かしいですね。っていう感じでしょ、うん、これさレイジレーサーってまあなんかいろんなところに音源落っこちてるからオープニングあとディスゲームディスク持ってる人聞いてもらったら分かるけど今例えばレイジレーサーをこうカセットテープ当時のね、うん、生音源もらってこういう悪いスピーカーで聞いた時に冒頭にボイス入ってるんだよ。あの女の人の声で、うんありましたね、曲がイントロ入るんですよ。でも今聞いてもらった通りほとんど聞こえなかったでしょ。そうですね、っていうのとかをアーケードではまずいので、うん、これ家庭用発信のゲームだから多分これよしとなってるんだけど、うん、これ俺とかはアーケード発信のゲームの場合はちょっとこれ聞こえないので周りの音を下げるかもしくは声をもうちょっと上げて、うん、浮き上がらせてくれとか、うんこの音のアタックをちょっと変えてくださいとかっていう指示をしてた頃のカセットテープです。すごい、まあ、原田のバーの番組の中 の, あのオープニングエンディングとかも、ねうん、実はこだわって鉄拳サウンドを使ってるんですけどね、うん、ああ確かにそう、はい、あそこはもうオープニングとエンディングはあの曲じゃなきゃ嫌だぐらいに決めてた、うん、かっこいい音なんであれは。鉄拳界における摩訶不思議な出来事。鉄拳界って結構ミラクル起こるぞっていうことを結構知り合いから何回か聞いたことがありまして、例えばですね、それこそ鉄拳セブンのあのアーケード出た時ですよ、うん、あの大阪と東京でロケてやると、うん、でオンライン対戦導入してたじゃないですか。あのアーケード界世界初の店舗間通信対戦が鉄拳できると、うん、で大阪東京で同時にロケテをやって、うん、朝の9時か10時それこそお客さん並んで、うん、でまあ当然ですけど同時に電源が上がって、うんうん、オンラインで大阪と東京が戦えると、うんうんうん、でどっちが優勢かっていうのがあのライブモニターに出るっていうロケテをやった、うんうん、やったですよね、うん、その時に現場のその人たちの記憶を僕は聞いたことあるんですけど、うんうん、あのオープニングまで全然順調だったんですって。それこそ10時から始めるようだったので、うんうん、10時の2分前ぐらいまで全然もうオンラインで対戦できてて、でスタッフ間ではもう何の問題もないと、うん、でじゃあそろそろ開けますってやって電源パチって入れてできるかなってなった時に電源が入らなかったと。あったね。で特に大阪の方がなんかどうなってる、うん、大阪の方がおかしいんじゃないかって話になって、そう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 、残り3分だ、俺その時東京にいて、そうですよ、ね、大阪に電話してた、うん、3分だ2分だ1分だってなって、
並んでる行列のお客さんは何にも分かってないんです。ちゃんと鉄拳セブンのロゴが出て、筐体は動いてるもんだと勘違いして見てる。いやー、俺、おい、そう、おい、そうなんです。僕はそれエピソードを聞いたんですけど、1分前だ、30秒前だ、15秒、10、9、8って言って3秒前ぐらいにオンラインでピコンってなってできるようになったと。なったと。何そのミラクルって。じゃあミラクルってもうふざけんなっつってそもそも何電源落としたんだよっつって、いや落とすっていう手順でしたよね、そうそうそうみたいな。一回落としたんですよね、大阪の方がね。そっか、みたいな。そうだよなっつって、おーいかそうそう、いろんなところからすげえでかい声が聞こえててお客さんはね、知らないから、どうなってんだってしか言ってなかった。で慌ててその3秒前にドンピシャ でしかもね、起動にものすごい時間かかる時期で、うんうんうん、何回もリセットしろって言ってトライさせたんだけど、そんなに回数チャレンジになって、お客さんどれぐらい並んでるって言ったら、とんでもないですよ、ね、そうそう、300だ、なんだって言ってましたよね。店を一周して、そうそうです、さらに一周じゃ済まなくて、うん、一周半で別の角に行ってますみたいな、マジかみたいな、待たせれるわけねえだろうっつって。そうなんです、そうなんですよ。しかもよりによって大阪ですよ、うんうん、ね、元関西人からすると怒号が飛ぶの目に見てるだろそんな朝早くさ起きれないようなタイプの人たちが朝早く起きて行列組んでるわけでしょ、なんとかしろと、これはあれや試しあれをやられて次大騒ぎした覚えはある。日本だから大阪はだから日本橋だったんでしょうね、うん、あそこはね。だから行列つけるところがあんまなかったらしいですよ。そう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 。まあだから店の中をぐるぐる飛ぶ飛ぶの前で、それの3秒前に復活して、お客さんはだからそのハプニングを全然知らずに、知らずに多分始まった、始まったと思ったと思う。まさか直前に俺らがだから それも、でも言うてもその2000だから104とか5だから2014が20周年だから2015に15年とかかな、15から稼働してますね。ってことは14年とかから受けてたから、そうですね、2014年やってますよね、多分 ね今からだからもうそれこそ7年前とか、そう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 、当時にそんなことがありましたよ。誰かが強烈な運持ってるっていうのは鉄拳界はよく聞くんですよ。誰かが持ってるのかな、分かんないけど、まあ、いやそもそも運があったらそんなピンチにならないよ。いや、どっちですかね、運があったからそこをクリアできたんじゃないですか。いや、なんとも言えないね、どっちですかね、分かんない、そういうの多いね、うんうん。